どうもまっちゃんの松です。こんばんは。はい、あのですね、私この YouTube を始めたのが11月21日なんですけども、本当に起きるのが遅くなりました。多分最初の頃にモーニングルーティンとか出して朝8時半にランニングしに行きます。いつからでしょう、やってません。で、それからというものの朝の10時に起きてます。で、私一応なんか起きようと思って朝の8時半から10時ぐらいまでアラームをめっちゃかけてるんですけど、止めては寝るんですよ。いやもう、目覚ましをかけても起きれない私が唯一起きる魔法の言葉があります。それはお母様の、ご飯できたよ、ご飯できたよ、ご飯できたよっていう朝の声だけは唯一起きれるんですよね。なので本日はうちのおかんのご飯できたよの声だったらどんだけ早くても起きれる説。寝るなお前は。明日の朝は8時半に起きたいと思います。おかんのね、声のだったら8時半に起きれるんじゃないかと本日は検証すると。それでは行きましょう。それではレッツラゴーディン松チャンネル。はい、それではですね、作ってもらいました。声を聞いてみてください。また寝たの？ご飯だよ、ご飯だよ。私これで起きれるよ、やばない？ご飯で起きなきゃってなるから、絶対これで起きるんで任せてください。じゃあでは明日の朝に飛びます。おはようございます。おはようございます。ただいま起きました。時刻は10時35分です。目覚ましがあっても変わんねえじゃん。てかめっちゃ顔むくんでるし。では自分は今となってこの方お命令したらいいねと決めるのに取り組んで、よいしょ、ちゃん、ペチャー、眠たい。